山近くを通る県道1号は2018年から通行止めとなっていましたが去年11月、4年9ヶ月ぶりに土日限定で通行が再開されていましたしかし硫黄山の活動が活発化したことから小林土木事務所はきょう現地調査を実施その結果、基準を超える濃度の火山ガスが検出されたため 県道1号の土日開放を中止することにしましまた小林土木事務所では定期的に現地調査を実施し安全が確認され次第土日開放を再開したいとしています。